日本鬼才导演冢本进也以电影《铁男金属兽》崛起，他的电影风格多变，从科幻、黑帮到情欲，他都能够驾驭。这次他拍摄19世纪日本幕府末期为背景的古装片《斩》，片中有武士、浪人等元素，却颠覆传统的时代剧，别具现代精神。影片也一举入围威尼斯影展竞赛。映画を作ってると、もともと時代劇というものはやはり興味があるので、いつかは作りたいと思っているんですけど、ただまあやはり作るのが難しいし。いろいろ時代の設定交渉とかもすごく非常に難しいのでいつかはやろうと思ってたんですけどで20年ぐらい前に一つ のワンアイデアが浮かんでそれは一本の刀をこうものすごく過剰に見つめてしまう若い浪人の話というのが冢本进也坚持独立制片展的剧组人员约20人筹备期大约4到5个月真正的拍摄时间只有3个星期全片拍摄的预算不高但从江户时代的场景到武士杀阵的技巧考据一点儿都没少，完全不马虎。ちょうどその江戸時代とかからずっと歴史のある剣の道場があるんです。北進一刀流っていうその道場にまず行って、そこで一番基本的なことですね。刀の持ち方やら、刀の置き方とか、そういう基本的なことと、あとそのこう精神的なこと。そこから今度は映画の盾の人。盾というアクション監督がいるんですけど、その人に今度は僕だけじゃなくて主人公の池松さんからこの人たちとあとは大勢の浪人がみんなで盾の稽古を入りました。基礎的なことから最終的な映画に必要なところまでやりました。冢本进也在撰写《斩》的大纲就已经将角色形象设定好了。这回和池松壮亮、苍井优合作也是一时之选。浮かんだのがもう池松さんだったんですね。池松さん以外では考えられなかったので、いつか池松さんとやろうというふうに思ったんですけど、その時にちょうど池松さんの方からマネージャーさんを通して僕の映画に興味があるっていう連絡をくださったんで、びっくりして、わあこれはまあ。天からのおしめしだというぐらいな感じでそれどうしてかっていうと池松さんはやっぱりこう今の若い人の気分をすごいこう嘘っぽくなく本当のこう真実の気持ちなんか雰囲気若い人の感覚をこう表してくれる青井さんは今度は最初からというプロとなんかすごく難しい役だということに気づいて演技力も相当いるし存在感も素晴らしい人にお頼みしなきゃと思ってじゃあ誰だろうと思った時にそういう難しい演技をきちっとやってくださりそうな人ということで青井さんの顔が浮かんできて少女性もあるしお若いけどある程度年齢のいった大人の人の顔もできる人でその青井さんにお願いしてやはり見事に期待以上の結果で応えてくださいました。冢本进也的个人风格强烈，走的是多能工路线。他身兼制片、导演、编剧、演员、剪接、摄影的职务，旁人看来怪异，但对他来说却是浑然天成的拍片模式。僕8mm映画から始めてるんで昔の、その時はもうほとんど家族が出演したり、僕が出たり、僕が全部やったりするのが当たり前で、でそれがどのパートも面白かったっていう。で今は。もちろん面白いし、その全てのパートを切り離してはあまり考えられないですね。全部が一つになって映画なので、自分のことをあまり監督って思ってないですし、監督ってもっとこう堂々と椅子に座ってみんなを指示するんですけど、僕指示するっていう自分で一生懸命やっちゃう感じなんで、監督というよりはこう手を動かしてたいっていう感じですね。由于拍摄电影有时需要大量的演员和工作人员，冢本进也会透过 SNS 社群网站或杂志广告寻找专业班底和志工，来降低拍摄的成本。この映画にやりたい気持ちさえあれば、全く未経験の人でも僕が全部指示するので、それこそ何でも自分でやるってしたのは本当にその時ではそうだったんですけど、その後はもう。みんな一回やると覚えてだんだん上手くなりますからそうなるともうボランティアっていうよりちゃんとお金払うんですけど正直に言うとだから最初にお金払うって言わないだけで、正直言うと感謝の気持ちがすごい多くなるんで終わって二次利用ってビデオとかが売れた時に必ずお礼をするんですね。他这样独立制片的模式，既能够不受资金的限制，也能够创作出他想要的独特质感的作品。諦めないってことですかね。そればっかですね。普通だったら諦めちゃうような局面はところはいっぱいありますから、そこで諦めないでうーんってこうトンチみたいな感じで何かやれる方法ないかなって考えて
いるっていうことばっかりの連続なんで、難しいことをどっちかというとこ うわ大変と思わないで、むしろ楽しいことにして諦めないで形にするっていうことばっかりですけどね。